こちらの機械でプログラミングを行います。吠えたりお手をしたり様々な動きがありますが、立つを選んでクリックすると、アイボがその通りに動きます。他にもくしゃみをしたり背中を撫でると喜んだりと、組み合わせによって100を超える動きを作り出せます。プログラミング体験会を若者の街渋谷で開いたのには訳があります。初代の誕生から20年、これまで15万台以上を売り上げてきたアイボですが、購入するのは30代から40代が中心です。若者へもっと売り込みたい考えです。若い人たちにこういうまあプログラミングとかロボットというものを通して、まあ自分なりのこういろんな可能性があるというものにまあ気づいて、若い人たちの能力開発というものに関わっていきたい。